というわけでおはようございます。前回ですね、ゲラゲモナドの死闘を終えたらね、クスアイランドに、流れ着くこととなりました。まあ、積みポイントの一つではありますんでね、ハートブレイクは GBA 時代から置いてあります。さあ、このクスアイランドをとにかく抜けてね、元の町に戻るまではね、続けて撮らなくちゃいけないんで昨日撮ったばっかなんですけど、また今日もね撮っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。いやー、来たねー。まあ、南の果てだね。だいぶ流れ着いたな、こうしてみると。アハデミーから、ああ、話せるやつら。危ねー、なんか敵かと思った一瞬。はい、きっかけっていくら？わからない。何？はい、古いレコーダーが落ちている。我が研究隊がこの島に到着して早3週間。今日私たちは驚くべき発見をした。赤い靴地に近づいて炎を重ねしてみると、なんと炎に増えた赤字をモンスター化してしまったのだ。襲われた仲間は無残にも靴地とかしたよ。怖っ。ほんの少し勢いを置いて炎を加速、効果的なのだ。モンスター化すんの？怖くない？え、こいつらだよ、靴地って多分。え、怖いな。ここがクス王者に浮かぶクスアイランドとしたら、わしはクスまみれか。クスってどういう文明なんだろう、確かに。確かにその文明わかんない。ちょっと、あー、叩けんだ。潰れちゃった。へー。モンスターではないんだ、一応。あー、何これ。困るわし、口笛吹けないし。そうか。うん、そうか、としか言いようがない。あ、ここは。こっちはファイアパレス、あっちはサンダーパレス。ようやくまともに会話できるやついたよ。あ、これはいけますね。チビでしか行けない場所ですね。この先の部屋でファイアマスターに出会ったらどうするの？じゃあファイアマスターに会いましょう。はい。探索して、チビマリオの一人状態で行きます。小さいなと思われそうやな。わしはわしである。はい。はい。なんかゲラゲラソーダでもなんか飲んどんのかなみたいな。3回話しかけちゃった。あ、何？あ、大きくなった。おお。ようこそようこそ。ファイヤーパレスにようこそ。待ってましたよ。本当にずーっと待ってましたよ。いや、待って、待たされましたよ。いや、ほんと。なんたって、まあ、ここに人が来るの、こそもう、最高にこう、かれこれ。3000年ぶりですからね。いや、ほんと待ちくれてた。なんで、君ここ何しに来たの？まあ、流れ着いただからね、あくまで。はってなって、君、ここは、ここは、ここは、あれ、ここって何するとこだっけ？もう忘れられてんのね。まあ忘れられ、一応確かマメリアの、あの、町の人たちのお話で、忘れられた伝説の島っていう扱いなんですよね、クスアイランドって。我は一体何するつもりだったの？ちょっと。いや、さすがに3000年も人が来れてね、いろんなこと。あのカセットテープの人が最後ってことみたいなとこだからね。忘れがち。まあ好きなようにしておきなさい。これですよね、気になるのは。これを調べます。熱いよ。お、でも何かマリオが来たー。まさかの自分で取得する日がやってこようとは。ファイヤー、うおー、お前さー、ここはハンドパワーマサするファイヤーパレスではないか。いや、待ってましたよ。ハンドパワーでしょ？それも炎のハンドパワー。ファイヤーハンド！身につけたいんでしょ？でしょ？身につけてもうてるよ。何も言わなくても、そのポーズでわかるよ。お主に、ファイヤーハンドのアクションを伝授しよう。これが、まあ、下画面的にもう埋まってますけど、これが、一応最後のアクションですね。ジャンプ、ハンマー、ハンドが3つのアクションを使います。ファイヤーを選び、はい。
A ボタンを押しすぎエネルギーが止まったところでボタンを離す。さすれば炎の波動、そうだね、炎を一定時間その場に出すことができます。じゃあやりましょう。ファイヤー、ウィーンって、ちょっと待ってからこういう感じ。ファイヤーハンドをマスターした。このハンドパワーはね、いろんなところに、また炎の攻撃ができるだよね。火がつきそうなものに使う、また戦闘においては炎の攻撃ができるっていうところにちょっと注目をする必要があります。というわけで、さらばまた3000年後にお会いしましょう。3000年後確定してんのか。当ててみたいな。はははは、もし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 モンスター化した。これどっちかといえばさ、モンスター化したというかさ、困るだろそりゃ。炎当てられたら逆に嫌だろ。クスジ17、大丈夫かな。27、あ、弱いね。あ、弱かった弱かった。1しか食らわねえのか。ごめんね。いや、クス G には何の、クス G には何の罪もない。あ、経験値も弱い。安心しろ。死んだふりだ。よかった。あ、台差がありますね。この台差に、ファイヤーをかざして、火を灯す。すると、こういう感じの仕掛けができますね。ということで、そうなると、ルイージにも同じことができるのではないかと。これね、もう、これもできたんですよ、昔。ルイージが、前の時に、ファイヤーを当てる、ことができたんですけど、できないっすね、やっぱり。あ、当ててえな、ルイージにこれファイヤー。なんで当てれないんだろう。さっきのとこと違って、青いパレスですね。ということで、ここはサンダーパレス。あっちはファイヤーパレス。わしこそがサンダーマスターである。なんちゃって、嘘。こいつらはどういう文明の生き物なんだろうな、確かに。じゃ、とりあえずまあ、ルイージ行ってきて。まあ、当然、マリオがさっきあれだったんで、今度はルイージがって感じになるんですかね。わしらのことをクスジーと呼ぶがよい。はい。理由は聞かないでね。まあ、クスジーって種族なんでしょ。さあ、行きましょう。封印の石を壊して。おー、ルイージからすればびっくりするもんな。うん。サンダーパレスに迷いし者よ。ここは選ばれし者が自分の心と技を鍛える場所である。さっきのとこと随分違うな。しっかりしてんな。一体こうやってここに入ってきたか知らぬが、我はお主に用はない。早々に立つらがいい。しっかりしてんな。マリオの人たちと違ってね。まあ、触れましょう。ああ、ルイージはうまいことできてねえな。でも、できてない。そのポーズはできてるね。さあ、ルイージは何をマスターするんでしょうかと。まあ、名前的にわかると思いますけど。ぬおー勝手に砲撃に触れてもなんとずうずうしいやつ。しかしこの砲撃に触れてあのようにカッコつけていられるとは。お主にはサンダーハンドの素質が合うのかもしれん。よろしい、お主サンダーハンドのアクション選手を。ルイージってサンダーのイメージ絶対ないよね。スマブラで多分さ、ルイージがサンダー出したらさ、えって思われそうだね。むしろそう、このマリオ&ルイージ RPG では、ルイージはサンダーなんです。サンダーハンド、サンダーハンドなんですよね。雷です。なんて言うんだろう、ハンダーって言うのかな。ファンダー言った、ハンダーちゃんと言うんだね。ファンダー、ハンダーまあ同じです、原理は一緒です。雷ができるようになるんです。サンダーハンドをマスターした。うむ、よろしい。近くに電気が通りそうなものあったらこの力を使うよ。よい、電球とかね。やれやれ、すっかり目が覚めてしまったわい。ずいぶんまともだな。あいつ、あっちに比べたらだいぶまともだったぞ。ジャンプ。
ということは、はい。まあ、ついでにやっぱりサンダーにも反応するんですよね、クスって。ガイドガイド、ああそういや反動はね、攻撃を使えるんですけど、溜め切ったら A ボタン、早すぎるとね焦げます。いきます。ああこういう感じ、覚えておけ。ファイヤーに弱い技はファイヤーにより多くのダメージ。え、そんなに言ってくれんの。わし痛がる。ファイヤー熱い、ファイヤー燃える。あ、こういう感じで、あれ回復したよ。あー、わしこんなの初めて。あー、何してんだおめえ。わしはわしの生まれ変わりだと思うぞ。そうか、ということで、もうこの2つをまず灯すことによって、まあ道が開けるわけですね。さあこの先に行きましょう。何？あ、そういうことか。へー、びっくりした、今ヒューって落ちたからな。まあでもここは下に行って正解なんで、下に行きましょう。来たねー。なぜか海の面が始まります、ここで急に。クソーシャン、ダイビング初心者の心得、ソロジャンプを行うと泳ぐことができます。いやー、そう、島の今度は海底に急に放り出されてますけど、なんで適応力そうなるかな君たち。行きましょう。早っ、2人泳ぐのだいぶ早くなったね、昔に比べて。お、早速ありますね。水の中に炎が灯ってるんでよくわからないですけど、水の中でファイヤーできます。ちゃんとちゃんとできます、水の中でも。まあ、原理は多分知らない方がいいでしょうね。あ、早いな、こうしてみると。昔よりだいぶ早いな。時計ある。気をつけないと。なんか落ちてきてんな。なんや？何かが落ちて、あ、何？なんかおる。え、何、何、何、こいつ。栗ダイバー。お前、栗棒やったか。栗ダイバー。なるほど。あ、硬いね。ちゃんと硬いのか。でも起き上がってくれてよかった。サンダーロー、行くぜ。んー、よいしょー。あ、意外と出んな。来るね。あ、なるほど。さすがにクリボー。あ、浮いてる。浮く状態の時もあるんだ。へえ。あ、クリってある。クリボーがこんなの何してんの。というわけで、こういう電気クラゲみたいなのにもサンダーが使えますね。はい、こうすると通電して扉が開くと。これを活かしながら先に進んでいきます。おっと、見慣れたやつがいる。見慣れた敵いるな。もうゲッソーですよこの方は。見慣れたやついんな、ちゃんと。ちゃんと言ったのか。ゲスト来るよ。2、3、はい、よいしょ。まあ海で出ないわけないわな、クリダイバーより先に見るべきは。言っていいな。おい、お前もしかして割と強いんじゃねえか。待って、バウンドブロス ABBA、 はい、 AB、 あ、いや BA、 OK、 耐えてんな。ゲソバッチ、何ゲソバッチって。よし、 OK。ゲソバッチって何？めっちゃ経験値もらえるんじゃん。なんだここは。このスイッチを押すと、ほう、左、右から南、ああ、正しい順に炎を灯せというやつですね。大丈夫です。一発で終わらせますんで見ててくださいよ。一発で終わらせます。次ここですよ。あのね、君たちは何の1回で成功した僕を見てると思うんで、編集の力で1回で成功させましたんで大丈夫です、問題ありません。これ何、カセットテープ、まさか。あ、昔の BGM を聴けるやつですね。
ゲストを3体チョッパーボロスで1体始末します。お得意の海といってもね、別にヘビー重力は何もないんで、あーらー、クリティカルクリティカル、わーお、クリティカルがいっぱい出ると気持ちいい。はいはいはい、よいしょと。大丈夫、ゲストは分かりやすい。いい、本家の動きそのまま。痛い、毒食らって。毒持ってんの？一瞬使おうか。毒持ってんだ、ちゃんと。イカは確かに毒を持つものではあるか、納得だ。てか割とゲストの攻撃が強いんだよな。はい、せーの、あー、クリティカルが気持ちいいクリティカルの気持ちいいんじゃ。2、3、よいしょ、オッケー、ジャンプでもいいでしょ。よいしょ、オッケー。あれー、ゲスト、しかも結構割と硬いんだね、ちゃんと。よし、はい、オッケー。なんだウニマロ、あれ、これもしかしてこのウニマロはちょっと匂いますねあれの可能性、あれの可能性がありますねきらめく、あの種坊さんの可能性がありますけどまあちょっととりあえずウニマロは後にしましょうか。どうせ一撃当たらないとダメなんでね。あ、巨人じゃ、101円の夏来るね。これ、え、あ、おいおいおい、よしよしよし、くるくるくる、ぐい、よし。ウニマロなんかどうせあれでしょ。あ、あ、2回の時もあるんだ、地味に。回復しといて。大丈夫、焦らず、ゲッソをかっこ撃破していく。そのスタイルで間違いなし。よし、せーの、チョッパーブラス強いんだ、これが本当に。びっくりするぐらい強いね。で、君は何だ、中身を見せてみろ。ウニマロの中身は何だ。はい、取れないね。とりあえずハンマーしないと取れないんだけど。あれ、本当に取れないな。お前頑丈だな。あ、え、あ、あ、そうなんだ、マメゾって適応できないんだ、この環境に。いいこと知ったわ。じゃあもうこれ倒せば終わりってことね。了解。はい、はーい、ドン、これで終わりってこと？本当だでも中身が中身だな。え、その頃マメール、あ、新人クッパー、また再び星屑が落ちてきたのかお前あ、そっか、あの豆っ子王子に吹っ飛ばされたんだ、二人ともここまで。ケケラケのモナ様、ここいつでもいるるか、もう誰でもよいよ、早く早く、よりにもよってゲラゲモーナの魂が。よりにもよってゲラゲモーナ魂が映ってはいけないやつに。え、リアル、ちょっと待って待って、こんなん、こんなんあったっけ、こんな、こんなリアルだったっけ。やべ、見ちゃったな。さあ元の位置に戻ってきたところでハンマーをすることで、ここの短まあメディアでこれで帰りますね。この先は船か、まあな、無理だね。じゃあ戻りましょう。遅いんだ、マメック来るのが、いろいろと。いや、二人ともずいぶん探したよ。大変な目にあったね。本当に大変な目にあった。スタービーズはチージーになっちゃったしね。ルイージー、それで通じんの？あ、そう、スタービーズは4つに分かれて、そうだね。あちこちに飛び散ってしまった。え、スタービーズを一緒に探してくれるって？もちろんそれはありがたいんだが、実は君たちはマメリア国際空港に行ってほしいんだ。実はね、ピーチ姫がこの子にやってくるんだよ。あ、そうだね。やってきます。え？おかしくない？ってなっちゃうよね。俺おかしくない？って。ピーチ姫はさらわれて、ね、声奪われて、
あれ爆弾声ですよねみたいな。姫のお出迎え、君たち列席してほしい。すぐにまあ三重国際空港に行くんだ。まあ国際空港の場所はもう一回通ってますね。じゃあ次の目的地はまあ三重国際空港です。